2020明治安田生命 J2 リーグは第19節を迎えています。この時間は水戸ホーリーホック対レノファ山口 FC の一戦をお楽しみいただきます。さあ両チームの選手がケーズ電機スタジアム水戸のピッチに登場してきました。それではまずホームの水戸からスターティングメンバーになります。一方の山口です。こちらは前節から1枚変わったのみ。有利に入る左空いている田中パロジョニチェ。クロスが入ってくる、ボールが抜けてきた、胸トラップからシュート。前島、そして中、奥田、倒れますが、お、PK だ、上吹きました、PK というジャッジ。ちょっと山口の選手たちは納得がいかないという、そんなジェスチャーですけれども、PK というジャッジをしました、榎本主審です。おっと、キーパー触りましたが、ゴールインです。決まりました。先制、水戸ホーリーホック。山口が決めました。ここは中山へ、おキーパー出ていますが、さあゴール空いているぞ、ここから狙った、惜しいポスト、しかしセカンド、ここで戻った、戻りました、吉水戻ってセーブです。惜しいシーンでした水戸。いや、あの難しい角度から持ってきましたけど、そのポストでしたね。惜しかったですね。そちらを使う山口和馬が裏への動き、これ逆サイドには中山走ってます、持っていく、自分で行って、まだ行って、ここからシュートだ、自分で打ちましたが、ここはナイスセーブですよ吉光。キーパー出られない、さあ出ているが、山口和馬、ここはシュート、おー、きたー、今度こそ決めてみせました。山口和馬、今日自身2得点目、1点目は PK、 今度は流れの中からついに2点目来ました、水戸ホーリーホック。つなぎながら森、お、そしていい崩し、奥田から来た、中山、3点目入りました、水戸ホーリーホック。山口が一気に3枚返してきた、その直後さらに追加点です。ショートコーナー、森コーター運んでいって、面白いボールだ、ヘッド中で押し込んだ、1点返しました。いや、難しいヘディングでしたよね、今ほとんど角度はなかったように見えましたけどね。まあ、こういう守備続けたいですね、はい。気軽がつながってヘナンからグランダのワンタッチで高い、そして小松、小松持っていってシュートだ、どうだ、ゴールイン、一気に1点差に詰め寄ります。流れが完全に変わりました。小松のシュート、ディフレクトしてゴールイン、今のシーンです。いや、高い選手のこの後ろの、ね、ヒールキックでのパス、そして小松選手が強引にシュートまで行ったことによって、まあ、コース変わってゴールになりましたね。ちょっと長いボール、距離が出ませんでした、ヘニキらが残ってましたけれども、さあ逆にカウンターだ、さあピトブルにボールが出た、そのまま自分で運ぶ、自分で持っていく、自分で持っていってシュート、
1点差に詰められていましたけれども大きな得点水戸に入りました。途中出場ピットブルです。まあ、真鍋選手の逆サイドへのボールが引っかかってしまいましたね。まあ、ピットブル選手が走ったところで、まあ、池上選手もオフサイドトラップのような形で止まったので、まあ、最後追いつかなかったですね。近くで渡して時間を使っていくかと思いますけれども水戸。あ、そしてここで長い笛が吹かれました。終わってみれば4対2。ここ5試合で1勝の水戸、今日は今季2度目の4得点、4対2の勝利。まあ、山口は3失点から2点返して、まあ、それからというところでしたけれども結局は敗れ、これで7試合勝利なしという形になりました。